テュンダレオスはギリシア神話に登場するスパルタ王である。長母音を省略してテュンダレオス、ティンダレオスとも、テュンダレオスの系譜は諸説あって作奏している。テュンダレオスの羊に関してアポロドーロスは3つの説を挙げている。アポロドーロスが言及する女女女子人ステイシュコロスの説によると、ラケダイモンのオペリエーレスとアルゴス王、 ペルセウスの娘ゴルゴポネートの間に生まれた息子で、イーカリオス、アパレウス、レウキッポスと兄弟である。別の説によると、ペリエレースの子、オイバロスト水のニュームペーノーバテアとの息子で、ヒッポコーン、イーカリオスと兄弟。最後に、アイオロスの子で、メッセンレー地方の王となったペリエレースの息子であ、り、アパレウス、レウキッポス、イーカリオスと兄弟。なお、 アパレウスとレウキッポスが、アイオロスのこのペリエーレースの息子であることは、よそでも研究している。現存しないレオナルド・ダ・ヴィンチの絵画、レダと白鳥の模写。レーダーの足元に4人の赤子が描かれている。ウィルトンハウス所蔵。テュンダレオスは、アイトーリア地方の王族であるて、スティオスの娘レーダーと結婚し、双子の兄弟、カストールとポリュデウケス、双子の姉妹。 クルタイムネストラーとヘレネー、およびティーマンドラー、ピュロノエを設けた。ただし有名な伝承によるとヘレネーとポルデウケースは白鳥に変身したゼウスとレーダーとの間に生まれた。また、ゼウスと女神ネメシスとの間にヘレネーが生まれたという伝承もよく知られている。ヘイシオドスのメイフレツデンによるとテュンダレオスの子供はクルタイムネストラー、ティーマンドラー、 ピュロノエーの三人であり、ソーセージカストールとポリデウケースは、ゼウスとレーダーの子、ヘルネエーは、オーケアノスの娘とゼウスの娘であった。テュンダレオスとイーカリオスは、ヒッポコオオーンとその子供たちによって、ラコーニア地方から追放され、アイトーリア地方のテスティオスのもとに亡命した。その頃テスティオスは、隣国と戦争をしていたので、彼らは、テスティオスを助けて戦った。 地理学者ストラボンによれば、テスティオスが戦争をしていたのは、アケローオス側を挟んだ隣のアカルナーニア地方であり、この功績によって二人は、アカルナーニア地方に領地を与えられ、トゥンダレオスは、テスティオスの娘レーダーと結婚した。そして、ヘイラクレースがヒッポコオーンを滅ぼした後に、ラコーニア地方にトゥンダレオスのみ帰還した。しかしパウサニアスは、トゥンダレオスは、 ヒッポコーンと彼に味方したイーカリオスによって追放されたとしている。テュンダレオスの娘たちのうち、クルタイムネストラーはミューケーナの大アガメムノーンと結婚し、ティーマンドラーはテギャーノ王エケモスと結婚した。幼い頃から絶世の美女として名高いヘレネーには、ギリシア全土から多くの求婚者が集まった。 旧婚者たちを見たテュンダレオースは彼らの中からただ一人を夫として選んだならば他の旧婚者が怒りはしまいかと心配した。テュンダレオースが頭を悩ませているとイタたけシ島の王で知略に長けたオデュッセウスが妙案を授ける代わりにイーカリオスの娘ペーネーロペートの結婚を取り持って欲しいと持ちかけてきた。そこでテュンダレオスは承諾しオデュッセウスの案に従って 選ばれた婿がもし何者かによって、損害を被った時は、他の求婚者は、皆で協力して、婿を助けることを誓わせた。そしてその後でメネラオスをヘレネーの夫に選び、オデュッセウスの結婚に協力してやった。ヒュギーヌスによれば、テュンダレオスは、ヘレネーの求婚者たちを見て、アガメムノーンがグルタイムネーストラオリエンしたり、また何らかの騒動が起こることを恐れて、 オデュッセウスの勧めに従ったとしている。また結婚相手の選定はヘレネー自身に行わせた。すなわち、ヘレネーに冠を持たせ、結婚したい相手の頭に乗せるように言うと、ヘレネーはメネラーをソウッに選んだ。なお、パウサニアスは求婚者たちの誓いに関して、風変わりな伝承を伝えている。スパルタからアルカディア地方に向かう、道の途上に、 馬の墓と呼ばれる場所があり、トゥンダレオースは、この場所で釘に用いた馬の肉片を並べ置いて、その上で求婚者たちに制約をさせたという。しかしトゥンダレオースの娘たちの結婚は皆不幸な、結末を迎えた。エウリーピデースは、悲劇、オレステースで、トゥンダレオースは、キリシア中の避難の種にと悪名ばかり、高い娘を産んだと述べたが、同箇所に付された孤中は、 ステイシコロスの死について触れ、テュンダレオスは神々を釘した時に、アプロディーテイに飲み家に家を捧げることを忘れたため、アプロディーテイは怒り、テュンダレオスの娘たちを何度も結婚する女や、夫を裏切る女にしたと述べている。さらに途中は、平シを脅すの、メーフレツデ伝を引用している。それによるとアプロディーテが、彼女たちに悪評が生まれるように仕向けた結果、ティーマンドラーは夫、 エケモスを捨てて、ルーリキオンのオーピューレウスのもとに行き、クルタイム・ニエストラーはアガメムノーンを捨ててアイニストスと関係を持ち、ヘレネーもまたメネラーオスを裏切った。すなわちヘレネーはトロイアの王子パリスに誘惑されて家族を捨てたため、かつての求婚者たちはヘレネーを取り戻したいと考えるメネラーオスとアガメムノーンに協力してトロイアに遠征することになった。 こうしてヘルネーはトロイア戦争の原因となった。トゥンダレオースは死に際して王国をメネラーオースに譲ったが、一説によるとトゥンダレオースは死後、医術の神アスクレーピオースによって蘇生された。エウリーピデースのオレステースでは未だトゥンダレオースは生存しており、クルタイムネストラーを殺害した孫のオレステースを求断するが、アポローン神の介入によって両者は和解する。 ありがとうございます。